入田タ子は、日本の元キャスター。日本放送協会の NHK ニュースをはよう、日本元中継レポーター。鹿児島県鹿児島市出身。1979年3月、鹿児島県立高南高等学校を卒業。同年、武蔵野音楽大学に入学し、ピアノ科を卒業。大学卒業直前の急性水炎での入院中に、NHK ラジオの DJ 募集を聞き。 応募して採用される。大学卒業後6年間、音楽大学のピアノの非常勤講師と DJ を兼業。28歳で結婚し、夫の仕事の関係で川崎市宮前区に転居。同時期に NHK の放送キャスターとなり、その後ニュースおはよう、日本の中継レポーターに任命され二千十四年三月まで十八年間、勤める。おはよう日本リポーター退任後は、 NHK 中継アドバイザーや、司会業、志学館大学キャリアコーディネーターなどを務める。また、武蔵野音楽大学同期で、わわわフレンズというアンサンブルユニットを組んで、音楽活動を行い、チャリティーコンサートも開催している。NHK ウィークリーステラ1998年5月22日号、全国アナウンサーキャスター名館 鹿児島県立高南高等学校高南塾の講師一覧2019年2月7日閲覧 AB 毎日新聞神奈川県版2017年4月5日歌とピアノで支援武蔵野音大同期の女性7人グループわわわフレンズ川崎で16日コンサートハット AB タウンニュース宮前区版2017年2月10日号志学館 大学2016年1月22日をお知らせ2019年2月7日、閲覧。ありがとうございます。